はい、湘南の慢性腰痛専門整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、慢性腰痛でお悩みのあなたに慢性腰痛改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、昨日はですね、髪の毛を切れなかったので今日は切ろうと思っています。はい、今日は切りたいですね。はい、今日は仕事終わったらさっと帰ってですね、家でバリカンとハサミでザーって切ってこようと思っています。はい、今日はですね、慢性腰痛っていうふうに言ったんですけども、四十肩のお話をしていきたいなって思っています。はい、私慢性腰痛専門っていうふうに言ってるんですけども、慢性腰痛の方って四十肩になる方、四十肩五十肩になる方って多いんですね。はい、でそれでなぜそういうことが起きるかっていうお話をですね、まず今日させていただきたいんですけども、要はですね、腰と四十肩っていうのが要はつながってるんですね。つながっているので、腰が痛い方で四十肩になっている方って肩だけ見ても良くならないです。肩のレントゲン取ったりとか肩の MRI 取ったとしても、肩は確かに痛くなって炎症が起こってるかもしれないですけど、その原因って実は腰から来てるんですね。はい、腰から来てるんですよ。なのでそこを見ていかないと四十肩もですね、改善しなくて1年とか2年かかる方いらっしゃるんですけど、1年2年かかると普通じゃないですよね。ちゃんと原因見ればその場で痛み取れたりします。ではですね、やっていくんですけども、実際じゃあなんで四十肩と腰痛がですね、こう同時に起こるのかというと、やはりですね、反り腰の方なんですね。ほぼほぼ反り腰の方です。腰が反ってくるとですね、腰が反ってくると何が起こるかというと、腰がこう反ってきます。反るとこういう反り腰の状態ですね。反った状態になると頭が前に出てきますよね。頭が前に出ると肩ってやっぱり前に出やすいんですよ。後ろに引くのってすごく難しくなります。なので肩が前、こういう状態ですね。要は内巻きになります。内巻きの状態、内巻きの状態になるんですね。内巻きの状態になれば何が起こるかというと、肩っていうのはですね、構造上ですね、上に上げる、こう屈曲っていう動きがあるんですけど、上に上げるときは手がですね、外にねじらないとうまく上がらない構造になってるんですね。はい、腕が内側にねじれれば肩って上がらない構造になってるんですよ。構造上上がらないんですね。構造上上がらないくせに、上がらないくせにですよ、内側にねじられてる、要は猫背の状態、反り腰で頭が前に出て内巻きになってる人が上げようとすればここ衝突します。肩の関節がぶつかってしまうんですね。そうすれば炎症起こるのは当たり前なんですね。で結果的に痛くなってるんですよ。で痛くなってるからここに注射するんですか。注射してそこの炎症が起こった、収まったとしてもですね、反り腰によって肩が前に出て、それによって衝突して起こってるわけですから、この反り腰直してあげなきゃいけないわけですね。なので反り腰を直してあげて、直してあげてですね、肩が内に向いてるのを直してあげれば肩は上がるようになるわけです。炎症が起こっているのは確かにその炎症が収まるまで痛みはあるかもしれません。でもその炎症が起こっている原因を見てほしいんですね。原因です。いつも言う原因、原因を見てあげれば反り腰を直して肩を外にねじってあげるようにすれば痛みは取れていくわけですね。はい、そういったところでですね、腰痛と四十肩が同時に起こる原因っていうわけっていうのは、腰の原因から肩がですね、コンビネーション、運動連鎖っていうんですけども、肩が内に入ってそれによって衝突して痛くなっているっていうことをですね、まず理解してください。で次回の動画では、じゃあ腰を直した後それでですね、肩がその場で上がるわけではないんですね。ちょっとした工夫をすることによってその場で痛みがですね、取れて上げることが実はできたりするんです。私は腰痛の方を見ているんですけども、肩も痛いっていう方も結構多いんですね。その方にはそういった治療をするのと、ご自身でできるセルフケアの方法、こういう肘とか手首を使っていくんですけどね、肘とか手首を使うことによって肩ってスッと上がるようになったりするんですね。その方法っていうのは次回またお伝えしようと思いますので、四十肩と腰痛で お悩みのあなたはですね、次回の動画もお見逃しないようにしていただければと思います。はい、そうですね、 YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。